朝日放送局。朝日放送局。はい、皆様こんばんは、としあきです。動画をご視聴いただきありがとうございます。あなたのために心を込めて動画を作りました。今日の動画は
高徳線高松駅に回送列車として入線後、発車をする N2000系 特急うずしお号の動画です。はい、今回は特急うずしお号 N2000系 2両編成の列車ですね。こちらの動画です。はい、ちょっと今回は短い動画だったんですけれども、高徳線のね高松駅に今回は折り返しではなくて、営業列車としてうずしお号として高松駅に到着してそのまま折り返すというわけではなくて、車庫の方から多分高松運転所かな、こちらから回送してきた列車が折り返し発車するというダイヤでした。先日公開いたしました3両編成の特急うずしお号用の N2000系の、列車が回送列車として発車していく様子動画にしたんですけれども、回送列車が車庫に引き上げた後にこの列車が入線してきたので、まあ、多分ね本来だったらこのまま折り返すっていう感じだと思うんですけれども、多分ね3両編成から2両編成に変更するのに、まあまあ駅で切り離すとかよりも一回車庫に持ってった方がいいっていう、で多分ね同じ車両が使われてるというより車両入れ替えてるんじゃないかなと思うんで、多分ここで車両の入れ替えも一緒にしちゃうっていう感じで一回車庫に帰ってるのかなっていう感じですね。はい、だから今回は、車庫から入線してきて、でそのまま折り返すっていう感じだったのかなと思います。高松駅は、まあ高松運転所がまあまあ本当にね近いので、こういうこと多分よくあるのかなというかね、ですね。はい、で特急うずしお号ね N2000系 2両編成だったんですけれど、まあ2両編成なので身軽というかまあまあ短いというかねですけれども、 N2000系 なので130キロ運転するね、2000系とは違ってね速い列車の方ですね。で2両なので車両もね統一というか N2000系 だけで統一されてますし、はい、綺麗な感じのね編成美かなとは思います。うさぎ放送局、今回はいつもの編成動画っていうの撮らなかったんですけれども、まあ、撮ればよかったかなとは思うんですけれどもね、なんで撮らなかったかな、ね、撮ってたらもうちょっとね尺もねまあこっちの話ですけれど伸びてまあね10分にしやすかったのになってね思いますけれど、まあ、この辺りはまあ撮影してる時の気分とかねいうことにもよりますので、はい、結構ね撮影するときに本当に特に駅で撮影するときは行き当たりばったりで撮影することが多くて、で後からね編集してるときにこの映像欲しかったなとかね、なんで撮らなかったのかなとかね思うことはね多々あります。はい、まあまあ仕方がないんですけれど、その場その場で考えてるから、その時にね一番いいっていうこととか、あとまあめんどくさかったら撮らないとかね、はい、まあ最近だと寒いんでもういいかなと思ってね、撮らないこともね結構あるし、あと発車の時間まで間がなかったらちょっと危ないなと思ったら撮らなかったりとかねするので、はい、まあこんな感じで今回は編成動画は撮らなかったんですけれども、到着と発車の様子撮影しましたね。はい、で今回はね高松駅で撮影した動画をお送りしましたけれども、まだまだ高松駅で撮影した動画ありますので、高松駅以外でもね JR 四国だったら坂出駅とかでも今回撮影しておりますので、よかったらチャンネル登録していただいて、で他の動画もね見ていただけると嬉しいです。
これまでもたくさんね、今回は行かなかったんですけれども、佐渡洲駅とかでも撮影しておりますので、そちらの方でも撮影した動画とかね、宇多津駅で撮影した動画とかも公開しておりますので、よかったらね、そちらの方も見ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。